のトレンドライン付近に来てるんで、一旦ね、買いでポジションを持ってみます。これ強く下方向に抜けるようだったら、もうすぐ決済していきます。この辺りが東京市場、ここが欧州、ここからニューヨーク市場に入ってるんですけど、ニューヨーク市場やっぱり動き激しいですよね。一応僕の中でのトレンドラインの定義が、前回の高値をしっかり更新しているっていうところなんですね。こうやって高値の切り上げ、底値の切り上げがちゃんと継続して起きてるかどうかっていうのが、このリスクリワードレシオをしっかりね、意識したトレードっていうのは、心がけてほしいと思います。落ちた時に買われる勢いっていうのが結構強いんですよ。ただ反対にこの付近に強い売りの勢力がいるんで、ここでの売り買いの攻防決着つくと、はい、トレード動画の方を撮っていきます。時刻は今夜中の1時です。今5分足でこう下降の後上昇トレンドが出てて、ここニューヨーク市場だから結構激しいね、ノイズの激しい上昇トレンドが出てて、まあここの前回の高値、まあ1時間足レベルで見ても前回の高値を今ね少し抜けてきてる状態です。でさらに上方向にはここ日足レベルで引いてた水平線付近まで今近づいてきてる。だからまあこの後ね、ここがレジスタンスになって落ちていくのか、ここをねブレイクして上方向に行くのかっていうとこなんですけど、まあ、ここをね今上位足の流れで言っても結構上方向の波が出てるんで、ここを上方向にブレイクしていくようであればかなり値幅狙えるんじゃないかなとは思ってます。なので、まあ、これを上位足で見ていくと、4時間足くらいで見るともうここね、前回の環境認識でもお話ししてるんですけど、まあ、一旦ね縮小した状態で、まあ、日足で見てももうこういった波の終点になってる、現状最高値になってる水準付近まで上がってきてる。で日足週足、まあ、月足とかで見ても、日足で見てもね、この付近くらいまではレジスタンスになりそうなラインがないんですよね。で、週足とかで見ると、ここ、月足で見るとここ、4時間足で言うと、まあ、こういった波って、この値幅でね、ずっとレンジになってたんですよね。何度も上試してたけど、ずっとレンジになってた。で、再度、ここのね、高値を目指してる状態です。で、4時間足でも目線は一応上。上の中でのレンジ。緩やかな上昇の波ですね。この中でのレンジでした。で、この中で1時間足が、1時間足も前回の環境認識の動画で話してたんですけど、ここのね急上昇、結構な値幅の急上昇があって、まあ値幅で言うと150ピップスくらいかな、の値幅の中で4時間足と一緒ですよね。上昇下降を繰り返しているように見えるけど、実際はこの起点終点の間でずっとレンジになってる状態なので、方向感ないですよね。方向感なく、下で言うと、まあ、前回の高値のこのねトレンドの更新地点、ここが2回サポートになってて、上値で言うとこの急上昇のね終点になってるこの付近に強い売りの勢力がいる状態です。でその中で今ね再度上を試してる、で底値を切り上げながら上を試してる、これ結構ね上への期待感強いんじゃないかなっていう風に見てます。なので結構ねさっきからチャートを見てたんですけど、落ちた時に買われる勢いっていうのが結構強いんですよね。ただ反対にこの付近に強い売りの勢力もいるんで、ここでの売り買いの攻防決着つくと、まあ、その後のトレードしやすくなるかなと思ってるんですけど、一旦ねこの上昇に合わせて短期でね押し目買いで入ってみるっていうのもありかなと思います。これを踏まえて5分足を見てみます。で5分足で見ると一応ねここ上昇トレンドができて、でここ一旦切り下げてっていう感じで、もう目線がね何度も切り替わってる。で時間的にも見たらわかるんですけど、まあ、この辺りが東京市場、ここが欧州、ここからニューヨーク市場に入ってるんですけど、ニューヨーク市場やっぱり動き激しいですよね。結構ノイズが大きくて、実際ね初心者の方には僕は東京市場をおすすめしてます。東京市場結構ねボラが少なくて稼ぎにくいっていう人もいるんですけど、そのテクニカルが機能しやすく割とね落ち着いて見ていられるので、僕は結構東京市場が好きなんですけど、まあ、今日の東京市場は微妙な動きですね。割とこの欧州の時間帯今日はトレードしやすかったのかなと思います。この市場の切り替わりのタイミング、ここで言うとこの辺で切り替わってる、でこっちもこの辺りで切り替わってる、
こんな感じで、市場の切り替えのタイミングっていうのは、結構ね、ボラがスクイーズした後に、短期足でトレンド転換したり、まあ、これで言うと上昇からのしばらく揉んで上昇なので、割とトレンドの継続にはなるんですけど、から、一旦上昇した、この上昇した相場を全戻しするような形で、欧州が終わって、ニューヨーク市場で再度高値を目指している。で、今少しブレイクしている状態ですね。なので市場の切り替えのタイミングっていうのは相場ありやすくなるので、テクニカルを使って、トレンドフォローでトレードしてたりね、まあ、自分なりのシナリオを持ってトレードしていたとしても荒れてきてね、せっかく出ていた利益を失ってしまったりっていうリスクもあるので、まあ、なるべくねポジションを持ち越さない方がいいかなと思います。特に小さな値幅でトレードしている人はね、持ち越さない方がいいかなと思います。もうちょっと上の足を見て、まあ4時間足1時間足レベルくらいでトレードをしていて、まあ長期的な視点で見てる人は全く問題ないと思うんですけど、まあ、それでもね、特にこの欧州から東京市場にかけて相場に影響するような大きなファンダメンタル要素っていうのも結構あるんで、そこは気をつけてほしいなと思います。今日トレードになるかわかんないです。まあ、無理やりね入る場所でもないんで、もうちょっとねここの水平線付近である程度決着がついてくれたらトレードできるかなと思ってたんですけど、ちょっと微妙ですね。5分はしてみても、ここの水準、前回のねこの何度もレジスタンスされてた水準を今ニューヨーク市場でブレイクしてきてる、ブレイクした後に強く戻してる状態ですね。今ここの動きで10ピップスくらい落としてるんですけど、ここの上昇のトレンドラインを、まあ、下に抜けるようだったらまたね強く落ちちゃうかもしれないんで、一旦この場合トレンドラインを当てにして短期でねここで買いでポジションを持って、まあ、一時的に様子を見るっていうのもありなんですけど、今ちょっと余ってます。あんま使わないんですけど、一応僕の中でのトレンドラインの定義が、前回の高値をしっかり更新しているっていうところなんですよね。こうやって高値の切り上げ、底値の切り上げがちゃんと継続して起きてるかどうかっていうのがトレンドラインを引くときの定義として見てます。まあ余談なんですけど、このトレンドライン付近に来てるんで、一旦ね買いでポジションを持ってみます。これ強く下方向に抜けるようだったらもうすぐ決済していきます。トレンドラインっていうのはやっぱね微妙なんですよね、まあ、個人の主観で引いたものであって、どんな引き方でもできちゃうんで、まあ、大体この辺りかなっていうトレンドラインで十分だと思います。ここでの決着がついて上方向に伸びていくようだったらしばらく見ていく。で、下方向に、まあ、明らかにね、誰が見てもこれ下に抜けてるなっていう状態で確定したら、もう一旦損切りしちゃいます。一回損切りになったら、時間が遅いんで動画終わりにします。一応あと1分でこの5分足が確定するんで、まあ、その後の動き、この足の確定がね、まあ、陰線で終わるか陽線で終わるかで、まあ、次の動きっていうのも変わってくると思います。あと1分かな。今19分、今結構下抜けてますね。下抜けた状態になってるんで、これ強く戻さない限りは陰線で終わっちゃうかなと。で、結構この明らかに下に抜けたなっていう時に、割とね下方向への勢いがね短期的に強くなってくるんで、この辺りを見てると、こうやって引いたトレンドラインっていうのも一定数意識してトレードの指標として見てる人いるんだなって分かると思うんですよ。結構下方向強く動いてますね。で、1分で確定なんで、はい。で、今1時20分になりました。確定した後、まあ動き見てると分かると思うんですけど、陰線で終わった後、まあ今ね少し買いが入ってるけど、やっぱもう明らかに抜けたっていう風に見てる人が多いんですよ。なんでこうなってくると、割とまあ短期足で見ても戻り売りの動きが強くなってくるっていうパターンが多いんで、まあ、細かいところで言うと、ちょっと戻したところでもう一旦損切りしちゃう。このトレンドラインをトリガーにしたエントリーっていうのは根拠が崩れてるんで、ここで切っちゃいます。こんな感じで、まあ、うまく乗れれば勢いよくね伸びてってくれる相場ではあるんですけど、まあ、もちろん絶対はないんで、ただ今ねこのうまくいけばかなりの伸びしろを狙えたこのトレード、もう今この損切りになったピップス数でいうと 1.23 ピップスとかだったんで、損切り幅かなり狭いですよね。2ピップス以下のリスクで結構な値幅を狙えるトレードができたっていうイメージなので、このリスクリワードレシオをしっかりね意識したトレードっていうのは、まあ、心がけてほしいなと思います。はい、どうしよう。まあ抜けたし、この時点でまあこのトレンドラインっていうのは根拠として消えちゃったんで消してしまう。
次にこれで言うと、ここがサポートになるか抜けるかっていう感じになってくると思います。これもトレードできる時間と、あとライフスタイルに合わせてね、今のエントリーのトリガーだったり、どこでエントリーするかっていうのを変えていけばいいかなと。まあ、ずっと見ていられない人、けど見ながらエントリーしたいっていう人は、こうやってね、いろんなチャートパターンを使ってエントリーしていけばいいし、あと僕はよくやるのが、まあ引きつけてエントリーなんですけど、もうこう前回の安値の、まあ少し上くらいですね、こういったところとかに買いでポジションを持っておいて、IFO で買いで注文を入れておいて、でも抜けたところに損切りを置いておく。まあ、結構ね、騙しのような形で買られることも多いんですけど、特にこういったニューヨーク市場だと、そうやって IFO で、まあ、引きつけて、なるべく有利なところでポジションを持つことで、まあ、損切りをさらにね、浅くしたりっていうのもできるんで、そんな感じですかね。はい、ってことで今日はこのあたりにしたいと思います。微妙な動画だったけど、まあ、勝ち負け関係なくね、公開していきたいと思うんで、一応ね、こんな感じで、はい、以上です。